花尾芳郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。今日もね、楽しく音楽魂やってまいりましょう。今日はゲストいらっしゃらなくて、金玉ということでですね、はい、連日ライブのね、おなじみ高島子さん、どうもこんにちは、よろしくお願いします。連日連夜ライブで大変でしょうけども、はい、今日もやりますよ。今日もそうだね、はい。ということでね、高島子さんと松下俊美さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。松下俊美さんはどうですか、あの体調の方はいかがでしょうか。なんでいつも体調のこと体調をそろそろね考えないと、みんなあれですよ、あのあちこち出ますよ。おかげさまで。あ、元気です。腰の方は大丈夫です。あ、そうね、腰はもう、ね、いつの間にかなく大丈夫になりましたか。いつの間にか、そうですね、うん、ストレッチはねしないとやっぱ油断はできないので。そうですよね、はい、本当にね、昨日もね、川崎、この放送でも何度かねゲストにいらした西城秀樹さんはね、うん、お亡くなりになりましたけども ね、本当にご冥福を、うん、お祈り申し上げます、はい。もう同じ年ですよね。ね、いつの間にか同じ年になってましたね。そうね、いつの間にか。いや、山田さんとも今ね話してたんだけども、西城さんは宮前区にお住まいだったみたいですね、うんうん、だからよくねこの、番組を何度かね、いらしたりして、なんか松下さんそういう思い出ありますか。ありますよ。私はコンサートも行きましたし、あ、本当、高校生の頃高知にいる頃ね、友達がファンで、うん、私は五郎だったんですけど、あ、五郎って呼び捨てで来るか。でも実は私秀樹ファンだったみたい。あのレコードは全部持ってる。あ、そうなんだ、うん、やっぱかっこよかったですよね。やっぱり ね踊って歌って、やっぱあの当時ああいう激しいステージの人いなかったじゃないですか、うん、こうアクションもね、うん、だから草分けじゃないですかね、うん、その、うん、そうだから郷ひろみさんとかもね、野口五郎さんとかっていう ね、うん、歌がうまかったですよ ね、 すね、声が大好きだった、ハスキーで、ちょっとハスキーでね、うん、大好きだった、うん、本当にね、残念ですけどもですね、ということで、まあ、いろいろね、時代はこう移り変わっていくような、ね、気もしますね。僕らもなんとか元気でねこうやってね、歌とか歌わせていただいてですね、ありがたいと思いますけどもですね、なんか、いきますか、今日もね楽しく。いきなり楽しくて言われる。あれですよ、いや、これね、なんでかというとね、金玉の時はね要注意ですからね、喧嘩が始まりますから。ああ、そうでしたね。いつも大体そうですね。喧嘩にならないようにね。喧嘩はしたことないですよね、だって、いつもニコニコ、いつもニコニコ元気で足で蹴りながらね、ラジオして、結構それを楽しみにしてる人もいますよ。いないと思うよ。それ誠さんでしょ。で、一応ゲストがいらっしゃる時は気遣うじゃないですか。はいはい、でゲストの前でね、お喧嘩するわけいかないですからね。そうですね。ちょっとのっけからなんかそれそっちにも方向に持っていきます。喧嘩売ってる感じですよ ね、ということで、私のですね、はい、この間ね、どこだっけ、フォーク喫茶というかフォークライブをしてね、やった時にね、うんうん、ちょっとこの曲したらね、ものすごくね、受けちゃいましてですね、CD も全部売れましたよね。やった。しかしね、その CD の中には入ってなかった。これデビュー曲だから。そっか、あの曲がいいっていうことで、ひょっとしたらこれね、ちょっとサイプレスになる可能性があるんですよね。そうなんですよ。それちょっとやりましょうかっていう話もね、ちらほらあるんですけど、はい、本当にあるんですか。本当にあるんですよ。本当ですね、楽しみ。東京トゥナイト行きますか。はい、
だけの幸せ捨てたお前はマリア東京 tonight 日の光さえ届かない部屋ここから get start 東京 tonightということで金尾芳郎東京トゥナイトをお届けしましたけどもですね、はい、この歌はでもね、うん、あの歌えば歌うほどねなんかね俺割と好きになってきた、うん、40年も前の歌だからね、うん、素晴らしい、だいたい飽きるじゃん飽きないのよ飽きないって言うのいいんですかね、うん、飽きないやってましたねうちの商売も脱線しますねなかなか乗ってこないな。なんかお便り来てますでしょうか。行きましょうか。ご紹介いたしました。皆さんこんにちは。ぐずついた。でも久しぶりに涼しくて快適な博多です。はいはい、博多のミキさんです。はいはい、先週のしょかちゃんは良かったですね。個人的にも1年半前にリクエストし、リクエストした曲が聴けて嬉しかったです。今週は金玉いつも通りのゆたっとした空気を楽しみます。ゆたっとした感じね。さて最近本当に今までじゃ信じられない身勝手な理由でいろんな事件が起きてますね、うん以前ある学者が今や日本には100人に1人価値判断が自分の目的でしかないサイコパスがいると言ってましたが、うん、もっと増えている気がします、うん、でもそんな時でもですが良い音楽は人に優しくなります。金尾さんや他の皆さんの音楽を聞くにつれ自分がまともでいられているのは本当に音楽のおかげだなって感じます、うん、皆さんこれからも素敵な音楽をプレゼントし続けてください、はい、リクエスト金尾さん道風の中で立て、はい、誠さんバースソング、はいはい、Reach out for the sky Reach out for the sky としみさん、はい、朝披露チャルメラそば屋だけどいつも通り何でも OK ですPS 水曜日に舞子ちゃんのライブに行ってきました、うん、皆さんによろしくとのことでした、はい、上奥舞子ちゃんですね、うん、あ上奥さんね、はい、あのご活躍中ですよね今のね、うんうん、ミキさんありがとうございます。どうもありがとうございます。今日はちゃんと届いていましたよ、そうなんかいろんな事件があるね本当に ね、 ねそうそうあったんですうん、あったね悲惨な事件がね、うん、ありましたけどもね、あのそういうこともねもうなんかちょっとおかしくはなってるけどね、うん、なんかやっぱりそういう命とかねそういうものがこう要するに軽く見られてるというか ね、 なんかねあまりにもねちょっとおかしいというふうな感じが気がしますよね、うん、最近ねなんかあのみんなが助け合ってやっぱり生きていけるねあの世の中になってくるといいと思いますけどもですね。そうですね。うん、なんかいろんな部分で、あの、まああんまり、まこさんニュースとかあんまり見ないですかね。ほとんど見ないね。ね、うん。でもなんかこう、いろいろそういうのをね、僕たまに見ますけどもですね、うん、なんか最近そういうふうなこう、傾向にあるような気もしますよね。うんうん、ただあの、いろんな人、田舎に行っていろんな人と会ったりとか、いろいろお話するとね、うん、またね、あの、のんびりした感じでね、うん、あの、ああ、やっぱりみんなで手をつないで助け合いたいなっていう気持ちになることもあるんだけども、うん、都会ってもやっぱりさ、
満員電車に揺られてさ、まあね、先立ってますよね。そういう、先立ってたりするんじゃないの。まあでも慣れてる人はそんなことないんだろうけどね。気にしなければね。だからさ、ニュースとかさ、そんな悲惨なの出しちゃダメだよ。うん、そうなんだね。それ自体がだって、それでだって人の心は荒むじゃん。そうそう。だからいいことしか言わない方がいい。あれさ、あの伝染するよね、うん。同じようなことがさ、あちこちで起こるじゃんね。そ、それをさ、まあ一日中ずっと流しちゃうからね。ね、うん、まあそれはでそっちの方がインパクトがあるから、そうそう、忘れないしね。だけど、うん、もうそんなものをね、うん、流しちゃダメだよ。うん、結構あの繰り返しやるからさ、それにちょっととらわれる部分もあるよね。でもね、そうそう、うん、まあでもあのこうやってね、あの歌を歌えるっていうことはいいんじゃないでしょうか。松下さんなんか歌いましょうか。どうします、はい、たまには僕の歌歌う。あ、金尾さん、うん、リューアサイド歌うか、ね、松下としみの金尾大先生の歌でもちょっとちょっとこれなんか歌詞が見せあなた、これ四国で歌ったらしいじゃないですか。歌わせていただきました。これ四国はあの時なんで行ったんでした。あれは夏祭りですね。四万十川祭りで、四万十祭り、田舎の祭りです。はあ、でもいいじゃない、四万十祭りいいですね。四万十川祭りってね、でもね、うん、昔はすごく大きなお祭りだったんですよ。だんだん規模がね、人口減少とともに、あ、本当に出てきまして、どなたか、まこちゃんが外、ね、誰かお客様、お客様、あ、出ないの、盲導犬を連れた方は、おー、そうなの、ギタリストじゃないかな、うん、あ、でなんか行きますか。じゃあリバーサイドマイホームタウン、お願いします。ます、ね、これ両方できないんじゃないの。辺りを埋め尽くす行き交う人の中に幻を見たんだ。後ろ姿優しいあの人は今はない。人の心が好きさ、福地の山に見る。アリバーサイドマイ
はい、松下としみが歌いました、リバーサイドマイホームタウン。ちょっと低くないこれ、もうちょっと高い方がいいような気がするな。声がちょっと違うとこ行っちゃったね途中で。いやいやいや、低いかな。低いよ。もうまだまだまだあんた、あんたじゃない。あなた声があんたにっていう宣伝をしてたの。昔さ、象印の宣伝してたことあって。象印、うん、象印あのおかま、あのやってたの。そう、だからその時あんたにだけっていう、そうそう、セラマサノリの、パクリ、そんなこともやってたんだ。そんな CM あってよ。あんたにたける、あんたにたけるおかま、いいね、あんたにたける、そうそう、あんたにもたけるってやつね。あ、そういう失礼しました。いやでもね、声はもう出るから、もうちょっと上げてもいいかもよ。いやいや、そんなことないかもしれないですね。頭が低いでしょ、だって。いやいやいや、本当。あの、うん、もうそうです、ね。まあ、やる気の問題でしょう。やる気の問題ですか。やっぱり。まあそんな感じでですね。ということで、まあじゅんぐりじゅんぐりに。いいですね。だん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 こうね盛り上がってきました、ね。ママちゃんニコニコしてきました。でもこの歌はねいいと思います。いやでもね、こう四万十川にこうポッと置き換えられるからね。まあ川と山が。四万十のっていう流れに進むっていうできるじゃない。ね。山は何があるの？山はね、なんていう山があるの？四国は。なんだろう、比叡山？あ、本当？違うか。石槌さん。そんな難しい。比叡山は京都だよね。比叡山は違うでしょ。石槌さんかな。そういう難しい山もあるの？だって言えないよね、石槌さんって言えない。いや、何でも言えるよ、でも。大ボケ小ボケとか、あれは峠か、あれは違うでしょ、あれ徳島かな、徳島かな、あれ高知と徳島の、それを越えて高知に入る感じ、ね、確かに、あ、でも高知に入るのかな、ちょうど境ぐらい、ね、うん、境ぐらいなんだよね、綺麗ですよね、あの川が ね、グリーンの、あ、本当、もう今やね、四万十川より仁淀川ですから、仁淀ブルーってね、仁淀川の方が有名、綺麗、仁淀、仁淀川、あ、そういう、あの仁辺に仁で、うんうん、に川、仁川って書いて、仁川って書いて、いや、まあ淀川の仁淀川ね、仁淀川、そこはね仁淀ブルーって言って、本当にブルーのね綺麗な川らしいですね、私も行ったことないですけどね、仁淀ブルーね、仁淀ブルー、難しいね、有名になっちゃって四万十川より、あ、そうなんだ、本当、もう四万十は捨てられても使い捨て、ね、でもいいところですよ、まだまだ、いいところですね、またね、高知行きたいね、高知とかね、ライブハウスとかあるの、ありますよ、本当です、それはありますよ、松本さんだって ね、 ね、誰だ、行ったことある、ね、もちろん、ライブ、本当、新井さんと行った、うちお墓が高知ですから、ね、そうよ、あ、そうですよ、ね、だから お盆じゃなくてなんだっけ、お彼岸、お彼岸ツアーを企画しようって言いながら、まだ ね、 ね、実現できてないの、あ、本当、ちょっと、野本さんよろしくって高知の、ね、いや高知の、ね、高知の方に今呼びかけて、ちょっとさ、ちょっとそれやりたい、ね、やりたいですね、こうなんかよさこいとかでね絡んでいけるといいですね、よさこいね、よさこいと阿波踊りと、よさこいの意味って知ってる、知らない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 、よさこい、知らないの、で、高知市のほら、風習があるじゃないですか、またそれそれ、うん、あ、それ関係あるの、そうだよ、関係あるの、夜ほら夜ばいの風習があるじゃないですか、昔から、うちの姉からクレームが来ますけど、で、だから女の人が、うん、男の来てほしい男の人に、よさこい、よさこい、よさこい、どういう意味、夜こい、あ、よさって夜、よさこい、あ、そうなんだ、いい、ね、いい言葉だよね、いい言葉だよね、よさこい、よし、俺よさこいブルース作るかな、今初めて聞いた、よさこい、だって高知じゃん、高知だけど、いや、だって小学生の頃からね、踊らされてた、あなたは八金知らなかったでしょ、八金ってこれラジオで言いにくいよね、何にも知らなかった、八金っていい女の子と八金っていうね、まあそれも深く掘るとそうでもないね説があってね、そのイメージがすっごく嫌なんですよね、コーチのそういう、いやだからいい女の子と八金っていうのはやっぱりその要するに活発なおてんば娘みたいな、なるほどね、そうなの、そういう意味ですよ、やり手っていう今なんかちょっとまずい言葉になりそうだったね、いやいやいや、だから4人の男を手玉に取る、あ、なんかね、あ、そういうの、そうだから八金八つじゃない、ああ、ね、すいません、金玉、金玉にふさわしい話題、金玉にふさわしいね、これちょっと今日は危ないよね、4人ということはそうか、なんていう話、なるほどね、
真子さんじゃあ今日なんかいい女の人だね。そうそうそう、よさこいと八金 ね、うん、これはもうよさこいって言われたいね。2人で言ったら八金になっちゃうから。そうそう、あ違うか、4人か、バンドで行けばいいんだ。そうそうそう、ね、うん、何の話、何の話した、すごい田舎ですごい綺麗な歌を歌った後に、ね、そうでもよさこい知らなかったね。知らなかった、うん、俺も知らなかったんだけど、誰に聞いたの最近、あの武田鉄矢さんが言ってた。武田鉄矢さん福岡の人でしょ。武田鉄矢さん朝ね、なんかなんいろんな彼が本をいっぱい読んでて、それをその紹介するような番組、うん、やってて、でその中で言って、うん、本当あの方ほら坂本龍馬先生の大ファンだからね、いろいろこう調べてんでしょうね。まあ俺でも昔、もう20、30年ぐらい前に武田さんね、やっぱ先輩だから昭和とかであってたけど、もう面白い話いっぱいあるよね。ここでは面白いよね。言えない。まあちょっと武田さんの話はまた今度ね。いやいや、なんかなんだろう、汗が出ました。ということでね、誠さん、誠さんの、しますか、ね、もう島田くんっつって、まあ、俺たちのライブを結構ねコーディネートしてくれたりしてたんですが、僕も宮内家とかも彼がねコーディネートしてくれて、作工大輔さんとも会わせてくれたり、そういうことをやってくれてた友人がいるんですが、彼がねもう亡くなってしまいまして、本当、ちょっとこれも悲しい話ですけど、本当、で彼が、僕にね詞をくれて、これ曲つけてって言われてたものがあるんですよ。ほうほう。ですのでそれをちょっと今日、あそうですか、やってみますか、ね、歌ってみたいと思いますが、どうでしょう、日を浴びてマイライフ、あ、で俺がもういつも太陽ね直視して、太陽見てるよって言ったら、あ俺もやるっつって、でそんな感じでこの曲も詞も作ったみたいですね。あそうなんだ、まあ、とても残念ですけどもね、本当に私たちもお世話になりましたね、お祈り申し上げます。朝日が窓越しに部屋に差し込む、暑い日も寒い日も時には雨音だけ響く、今日の気分はどうだい、無理するなよマイペースでいいさ、マイライフ今のMy life, これからの Life is music, Life is friends. Thank you, みんなにさ。夕日が窓越しに部屋に差し込む。寂しくもなる時時には時計の秒針だけ響く。今日の気分はどうだい、無理するなよマイペースでいいさ、 My life 今の My life これからの Life is music Life is friends Thank youね、ね、ご冥福をお祈りしたいと思います。お祈り申し上げます。ありがとうございました。ね、お世話になりました。同屋で、ね、お世話になりましたね。ね、まあ、ちょっとそうやってこう周りの方がね、割とこう亡くなられる方が多くなってくると、まあ、だんだん年結
構さ、ネクタイとかこう黒い、ね、とのネクタイをする機会が多くなってきたよね。だんだん白よりも白がね少ないから、たまに白の時はもう嬉しいよね。そうね、うちもないかもね。なんかね、そういう感じになりますけどもですね、まあ、それぞれ健康にね、気をつけられてね、まあ、人いつどうなるかわからないっていうのもあるよね、なんか いくらね、あれしててもやっぱり急に、いなくなっちゃったりする場合もありますけどもですね、友達のためにね、一曲、これは僕の歌詞じゃありませんが、歌詞を My Friend という曲をじゃあ、はい、お届けしましょう。これはある方の友達がやっぱこれも亡くなった方で空手家だったのね。でその方の思い出の歌になります。でこれに、僕は曲をつけてみました。でまだねちょっとね完成はしてないんですけども、それちょっと歌ってみましょうかね。はい、いきますかね。コードが ね G ですかね、これ G ですかそっから間違えた。ちょっとコード見ながらやった方がいいかも ね。ちょっとコードをね覚えてると思ったらね、マイフレンドっていう 曲なんだけど、これ どういう、はい、あったありましたね。いきますか。はい。
ちのぼせて歌って踊って振られ飲んでも飲んでも酔えなかった苦い酒お前の肩を借りて歩いた これサビに戻るはずだったね。あのでもまあちょっと長かったんでね、小出しにしましょうみたいな。ちょ結構詩が長いのよ。長いね。詩がねものすごく長くて、うん、あの詩をまああの一言もね、うん、あのはめ込みで僕作ったんだけど、うん、まあその詩からあの要するに作ったもともと詩があるんで、うん、それで長かったんだけどもその詩をね一言も変えずに作っだからね結構長くなっちゃって、うん、それでちょっといろいろあの手この手でね考えてたんですけどなかなかね難しいですよねあの曲視線っていうのはね難しいかもね、うんうんうん、いやでもまあ、 あの松下さんも詩を書いてくださいよ僕書きますよ曲、はい、本当ですかありますけど一曲あなたでも小柳ルミ子さんとかに詩書いてたもんねいやいやボツになったんですよいやでもねそれがいいんじゃないその詩本人が気に入ってもらえなくて周りは OK 出たんですけど、うん、ご本人が NG でダメになった曽根山さんが曲書いてあそうなのそうで曲は曽根山さんがそうですそうです書いてたのそれであの違う人の作詞でもう作品になってますけどあもうそれ作品になってんのなってますなってんのいや私はだから没にされましたあ没った曲あなたの詩じゃなくて、うん、違うもちろんあ別の曲になったんださっきからボツになったって言ってるでしょっていやいや何回言わせんだよ何回5回ぐらい言ったんだ喧嘩売ってんじゃないだろうねって言ったらでもねその歌詞はねすごい自分としては自分としては好きでしょこだわりがあってすごい好きなの言葉ってさそのいや売れ線のね大体昔ってさ売れるためになんか売れそうだとかさキャッチーな言葉とかメロディーとかっていうのをみんな飛びつくじゃんでそうじゃなかった曲の方が後々ねやっぱ思い出が深いのよだから子供と一緒で出来のいい子供もね、うん、悪い子も同じように親は可愛いわけよねまあね子供にはねそう、うん、あのだから、うんね、同じように可愛くてひょっとしたら松下さんのその詩がね爆発的にひょっとしたらねあの今いいかもよ本当ですか表にそれ出してないでしょ出してないですよどんな詩なのどんな詩、うん、あのどんな詩って言われるとちょっと長いですよ説明するといやだからこのかいつまんで言うとどういう、ま、あの一言で言うと、うん、だから今あの争い事がねあるでしょ、うんでまあ、祈りみたいな誰のためにあなたは祈ってますかみたいな問いかけから始まる詩なんですけど今いいんじゃないそれ、ね、それを狙ったタイムリーじゃないですかそれをねそれも何十年ぐらい前の話もうかなり前ですね30年以上そんなに経ってないと思いますそんな経ってないのそんな経ってないですねあでもそれはいいかもね、うん、今誰のために祈るっていうのが最初あそうなんだ、うん、本当三連の曲だったんで、はい、それちょっと誰のためにダララっていうのがちょっとあのすごい良かったんですよメロディーもねあそうなんだ、うん、それちょっとメロディー僕は作って作って、うん、ね全然花君僕3コードしか知らないです
いいと思います。3コードしか知らない俺が何。いやでも3コードでさ、俺ヒット賞もらったからね。ブルースじゃない3コードで、ね、3つコードあれば十分ですよ、ね、十分ですね。4つあったら困るっていう。ヒット賞とかもらう、シルバーディスコまでもらった。うん、あれ4つ、4つでしょ、うん、4つだと思うよ、ヒットするの、うん、3つは難しいと思う。一つっていうのを作ってみたいよね。一つよくあるよ、結構あるね。え、あるの？あるよ。本当？うん、どういうの？ D で、 D で、 D でしょ。D で、 D、 D のことで。まあこれ割とリズミックにやってたら一個でもよくあるよね。ブルースとかで、あ、よくあるね。スプーンフルとかいい、あ、いい一発だからね。ああ、そうか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 。そういうのあるよね。そういうのやってみようよ、じゃあ。でそういうのでメロディーの展開の仕方が面白かったりするんだよね、きっとね。まあね、メロは。そう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 。そう。ということでね、こうやってね、あれお便りなんか一枚ありました、うん、多分。読みましょう。あ、ごめんごめん。投げ銭が来てた気がしますけど。そうだよね、来ました。来てるじゃん、ほら。ごめんごめんごめん。忘れてました。これいつ、今日のやつかな、これ。2万円ですか。ですね、ちょっと待ってくださいね。金丸四郎さん、長瀬 FM 音中ということでね、チャーリー佐藤さんでございますね。佐藤さんどうも。5月18日、今日ですね。キキさん、山田さん、こんにちは。そして、地蔵坂 YMT の皆さん。こんにちは。地蔵坂。地蔵坂になっちゃったね。地蔵坂だね。YMT というね。元嫁をお姉さんと呼ぶことも慣れてきました。なるほど。お姉さんか。元嫁をお姉さんと呼ぶことも慣れてきましたというね、ことでね、慣れてきました。昨今ですね。失礼しました。私は元気にやっていますというね。先日父の一周忌を兄弟3名で、取り行いやっと気持ちの区切りもつきましたという、ね、うん、何か明るい曲をお願いいたします。ちょっと暗いの、これ PS 4回目の結婚相手となるでしょう。4回目おめでとう。4回目ですね、迫力ありますね。4回目の結婚相手となるでしょう。あんちゃんも、うん、一昨日、無事にフィリピンから帰ってまいりました。めでたしめでたしという、おめでとう、ね、うん、4回目の結婚相手の、ね、あんちゃんって、あの ANL ですよ、うん、あんちゃんじゃないよ、まあ、フィリピンの方ですかね。フィリピンから帰ってまいりました、ね、めでたしめでたし、よかったね。これ2万円今日入ってますからですね、はい。チャーリー佐藤さんからね、いつもね、とんでもない、面白いよね、なんかね、やっぱり なんでしょう、こういう、こう、辛いことがあっても、こう、明るくなるっていう、ブルースのね、うん、なんとなくそういう生き方なんかでも、フィリピンの人とのお付き合いが広いでしょ、うん、はいはいはい。やっぱり南の方って明るいじゃない。明るい、そうだね、明るいって感じがするね。なんかこうたくましいよね。うん、なんかね、うん、すごくね。みんながこう仲間っていう感じ。そうそういうフィリピンでもね聞いていただいてますよ。え、あ、ラジオ聞ける、本当もちろん、ね、うん、もちろん、うん、YouTube を見ていただいてますよ。もちろんスイスとかね、ロンドンとかアメリカとかもね、うんうん、聞いていただけるようになりましたけどもですね、フィリピンももちろんそうですね。もうそうそう、英語でやらないとまずいね。だから YouTube に本当は英語で訳して出したいんだよね、本当。あ、そうなんだ。そういうアプリケーションないの？金子さんできるんじゃないの？金子くんここにいて、わーって同時通訳。そこまで迷惑かけたらダメでしょ、なんかね。なんかね。金曜日だけ休んでもらった。私の青空行きますか。お、ちょっと待って、いきなり来るからね。明るい歌がいいね。いや、それか、まあ、自分の歌でもいいですけど。青空最近やってないのかな。そうだよね、私の青空あんまりやってないかもしれない。明るい曲でも行きますか。あった行きますか。
ということで、金橋の私の青空を行きましたけど、もう外からグーが出ましたけど、グーが出ました。ありがとうございます。こういうね、あの、まあ、あの楽しい曲がね、あのいいね、なかなかいいですね、これ。マイブルーヘブンって言いますね、これもともとね、あの、まあ、これ英語、そう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 、バージョン、マイブルーヘブン、英語でもいいかもね、今度 ね、もっとゆったりしたハワイのあれだよね、これ、うん、あ、そう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 、ハワイのね、確かね、マイブルーヘブンという、うん、そうそうそう、今日は、ね、写真撮れてないな、今日あんまり写真撮ってないですよね。でこれはあの動画のキキさんがね撮ってくれて、これダイレクトで流すのと、あとはあの金子源一さんロンドン行ってたんで、帰ってきました、そうロンドン行ってたんで、帰ってきました、先週のショカちゃん の、うんうん、あのオンエア音源がちょっと遅れちゃったん で、ね、で昨日出しましたけど、ね、はい、金子さんよくロンドン行かれますね、いいですね、ね、3日で行きますからね、3日もあれば、もったいないよね、ロンドン、熱海だったらいいんだけど、ロンドン3日でも意外と3日見てると結構いろんなとこ行けますよね、そうだね、うん、いや旅慣れてんだろうね、金子さんって、そうそう、もう何十回見てるじゃないかな、あ、そう、また行くって言ってたよ、来月、そうなんだ、いいね、ロンドンじゃなくてヘルシンキ行くとか、うん、ヘルシンキ、ヘルシンキほら9時間で行けちゃうから、そうなんだ、一番近いヨーロッパっていうね、今、あ、そうなんだ、私も狙ってたの、先越されたあなたも陽光が割と好きなの、陽光、陽光何それ、陽光、陽光っていう、陽光って言わない、明治時代じゃないですなんで明大時代じゃないですか、いやいや一応だから陽光、陽光、うん、陽光ね、僕は陽光いいですよね、陽光、あのあれだけどねいきなり陽光って言われると今の人わからないかもしれない、あ、そうかね、うん、あの海外旅行のこと陽光ってね陽光帰りとかよく言ってた陽光帰りの、じゃあ最後にね今日は何、うん、かやりますか、皆さんで、あ、ステラアイラビューでもやりますか、それか何かもうちょっと何がいいですか、あ、なんか渋いやつの方がいいかなまだ時間がまだちょっとありますけどもですね、はい、最後じゃあリクエストはあの メールで、あ、携帯で電話して、誰か聞いてる人そんなことはないよかかってきたりするからね、かかってきたりするからね、これね、これやる、バースソングやろうか、ミキさんのミキさんリクエストね、リクエスト来たからね、あ、マコさんの、バスソングやりましょう、これ覚えてるかなこれコーラスだよね、コーラス、Roots and differences between the two, the best fate of loving never than a periodAs black as night, in and forming into each other. Oh, we'll give birth to new lovers, and that is why we came into.That's they come up together, belonging to each other. The one that only can be made love of two. Oh, we'll create it, new lovers.Thank you.
differences between the two. The best feels lying dead and buried, feeling emptiness that's black as night. ということでね、高橋誠さん、歌いながら思い出バースソングですけど、歌いながら思い出してね、どこで入るんだったかなって感じながら、しましたけど、これは CD になってないんですか、これはなってないですね、それ知ればいいのに、ね、いい感じですね、コーラスバーッとね、そう、しっかり入りたかったね、入りたかったな、入りたかった、うん、入りたかったな、でもその時にやってからやろう、こうもうすぐできなきゃダメなんだよ、生放送って俺たちは、俺たち少年探偵団は、少年探偵団、八金でしょ、八金でしょ、八金ね、よさこい、よさこい八金みたいなね、うん。よさこの歌作ってよ、八金によさこいって言ってほしいよね歌作ってじゃ、まこちゃん、ということでですね、楽しい時間もあっという間にありがとうございましたありがとうございました、今日もね、楽しい時間でしたけども、また来週お会いいたし、お会いしたいと思いますけどもですね、お会いって、あ、そうですね、高島子さん、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。来週のゲストは、あれですかね、松下としみさん、ありがとうございました、ありがとうございました。来週はですね、生田圭太郎さん、生田圭太郎さんだ、うん、そうですね、5月25日になりましょうか、はいはい、久しぶりにね、エレックレコードのね、元エレックレコードの生田圭太郎さんね、登場ですよ、はい、楽しみですよね、ということでね、お楽しみいただきたいと思います、また来週お会いいたしましょう。お相手は金尾芳郎でした。 See you next time。好きさ不屈の山に見る Arena inside my hometown 季節は懐かしき友がいる忘れかけてた思いが体に染み渡る熱き心が好きさ